と。では三木屋先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回は28歳男性からの質問です。はい、私は高須クリニックではない美容整形クリニックで、うん、目、鼻、口、輪郭などを整形して、うん、そこそこイケメンになったのですが、うん、未だに彼女ができません。今までに一度も女性とお付き合いしたことがありません。同性の友人にもキモいと言われることがあります。どうしたらいいですか？三木屋先生に手術をやり直していただければ彼女ができるようになるでしょうか？よろしくお願いいたします、とのことです。はい、わかりました。そうですね、まず一度もお会いしたことないのでちょっと診察しないとわからないんですけれど、はい、まあ、本人が自分でそこそこイケメンになったって言ってるので、はい、まあ、それなりにイケメンになってるんでしょう。はい、でそれでもやっぱり彼女ができないっていうことはもう外見だけじゃなくてもう内面の問題の可能性もありますね。はい、はい、その、まあ、僕の患者さんなんかでもよくいらっしゃるんだけれど、まあ、最初ねそんなにイケメンじゃなくて、まあ、どっちかというと平均以下ぐらいの顔面で、はい、で目も手術して鼻も手術して輪郭も手術して、はい、まあ、色々やって、まあ、結構イケメンになって、で彼女ができる人もいればできない人もいるんですよね。はいはい、やっぱり彼女ができない人ってそのやっぱり内面に問題があるかもね。やっぱり28歳っていう年齢だと、はい、そのどんだけイケメンでもやっぱりちょっとなよなよしてたりとか、はい、頼りなかったり、行動力がなかったりすればやっぱり女の子から見ても魅力もないし、はい、彼女できないと思うんだ。はい、うん、なのでちょっとね一回来てもらわないとわからないけれど、はい、まあ、僕が見てまだやっぱりここが欠点だからやる必要があるとかあれば、まあ、アドバイスはするけれど、でそれで手術をすれば彼女ができるよっていうやっぱり保証はできないですよね。そうですよね。うん、はい、そのよくまあ周経恐怖症とかね、はい、あと整形依存症の男性の方に多いんだけれど、はい、やっぱりそういう人まあ、友達ができないとか彼女ができないとか、はい、仕事がうまくいかないとか、はい、まあ、そういうのを全部自分の顔のせいにしてるっていう人は確かによくいますね。はい、うん、僕の患者さんでも、まあ、いらっしゃるんだけど何人かいっぱい整形してかなりイケメンになったんだけどまだ彼女ができないと。はい、うん、じゃあ今度何すればいいですかって、今度目尻切開すればいいですか、垂れ目形成すればいいですかって、はいはい、額骨セメントすればいいですかとか、じゃあ今度頬骨削ればいいですかって、何したらいいですかって、やっぱり整形ばっかりにね、はい、走っちゃう人がいるんだけど、まあ、実際ちょっと整形の方に逃げてるのかもわかんないね、そういう人は。うん、結局その例えば行動力がないとか、はい、まあ、仕事がしっかりできないとか男らしさがないっていう内面的な問題でも、それが全部顔のせいにしてしまえばやっぱり自己逃避して心が楽になるのかもわからないね。はい、やっぱりその内面を磨くっていうのは自分の努力が必要だけど、顔とか外見に関してはやっぱり親の責任だって思っちゃう人がいるんだよね。うん、これはもう自分の問題じゃなくて親のせいで彼女ができないんだって、そういうふうに自己逃避してる人は確かにいますね。うん、まあ、かといってその初心でねこういう患者さん来られて、はい、あなたはもう美容整形する必要ないから、あとはもう性格をね改善したり内面を磨いたりすることの方が大事だよとはなかなか言えないっていうのはありますよね。やっぱり何回も通ってきてリピーターになって、はい、心が通ってる患者さんだったら、うん、もう君は整形しなくていいからあとは内面磨くだけでいいよって言えるんだけど、やっぱり初心の患者さんっていうのは美容整形が目的で来てるわけなので、はい、まあ、そういう人にもう君別にこうしなくていいから、はい、そんなことよりも性格を直した方がいいとか、もっといろいろ男らしく内面を磨くように努力した方がいいなんてね、やっぱり言えないし、言っちゃうとね、やっぱり怒ると思うんだ。やっぱり怒るのはね、はい、当然だと思うんだ。僕は先生に美容整形してもらってイケメンになるために来たのに、なんで性格のことを指摘されないといけないんだっていうふうにね、やっぱりトラブルになっちゃうことがあるからね、なかなかやっぱり初心の方にね、はっきりと内面のことを言うことはできないんだけどね。はい、うん、それは信頼関係ができてからっていう。
話ですよね。そうだね、うん、最初その僕いろいろ手術してどんどんイケメンになっていって、はい、あとはあの何したらいいですかってあのどん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 整形してくれってあの整形依存症になりかけてる人なんかは、はい、もう君する必要ないよってもう十分やったからもう僕の仕事は終わったからあのあとはもう内面磨けば、はい、あの絶対彼女できるからってアドバイスすることはありますよね、はい、やっぱりねいっぱい整形して結構イケメンになっても彼女ができない人ってやっぱりちょっとねなよなよしてる人が多いね。行動力がちょっとなかったりとか、うん、僕ねそういう人にはよくね筋トレしろって言うんだよねそう筋トレはね必ずね男らしくなるよね。お金もかからないお金かけなくても、ね、やっぱり自分でね家で、ね、あの筋トレできますんで自分の体重を使って腕立てでもスクワットでも、はい、で筋肉がついてくるとねモテホルモンっていうね、はい、あの男性ホルモンのテストステロンがね分泌してきて男らしくなるんだよね、行動力も喋り方も、はい、で姿勢も良くなるね筋トレすればね、特にスクワットとか背筋とかやればね、はい、であとはもう目の前のことをね頑張ることですわ、はい、例えば学生だったら勉強頑張って部活を頑張る と社会人だったらしっかり仕事を頑張るとか、はい、うん、で、まあ、女の子の前でいろんなとこね頑張ってるところを見せればね頑張ってる人間ってやっぱり輝いて2倍3倍かっこよく見えるんだよね、うん、はい、僕ね SKE のね、はい、公演とか行くとね、はい、すごい頑張ってるんだよね目の前で汗垂らしながら汗かきながらねすごい頑張って笑顔で頑張ってるの、はい、そうするとねやっぱり2倍3倍可愛く見えちゃうんだよね実際よりね、まあ、それと同じでね、はい、そう頑張るって努力するってことが大事だよね。で頑張って頑張ってで男を磨いてそれで、まあ、この子だったら自分と釣り合うんじゃないかっていうね、まあ、いきなり高嶺の花を狙うのもねちょっとリスクが高いからねこの子ぐらいいいかなっていう子をね頑張って真っ向勝負でね告白すればねいけると思うんだけどね。誰もがね好きだっていうもう高嶺の花の美人に行って玉砕覚悟で言って本当にね玉砕しちゃったらね、うん、自信なくすからね、はい、まあそんな感じで頑張ればいいんじゃないかなと思いますけどねはい、はい、そうですね、はい、では見た目プラス内面磨きということですかね。そうですね、まあ、ちょっとこの相談の患者さんはねまだ診察してないからわからないけど、はいはい、本人が、散々顔全部整形してイケメンになったって言ってるぐらいだから、はい、もうあとは内面の問題じゃないかなと思います。はい、はい、分かりました。もしよろしければねカウンセリングに来ていただければ診察だけでもさせていただけますので、まあ、治療を進めるか進めないかあと何かまだ欠点があるかどうかって、ここやればもっとかっこよくなるよとか、まあ、あのアドバイスはしますけど、まあ、無理してあのこれやんなきゃいけないとかね手術の強要はしませんので、まあ、来ていただいてもいいと思います。はい、はい、分かりました。三木先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。